スモッグに覆われた都市園を吐き出す火力発電所大気汚染とは大気中の微粒子や有害な気体成分が増加して人の健康や環境に悪影響をもたらすこと。人間の経済的、社会的な活動が主な原因である。自然に発生する火山噴火や砂嵐、山火事なども原因となるが自然由来のものは大気汚染に含めない場合がある。 国際エネルギー機関によると2016年時点で年間650万人が大気汚染により死亡している。特に都市部を中心に汚染が悪化しており、経済協力開発機構は2012年、2050年には大気汚染による死者が水質汚染による死者を上回って環境悪化による死者の最大の要因になるだろうと予測している。 世界保健機関の2018年5月2日の発表では、世界人口の約90%が汚染された大気の下で暮らし、それが原因で年間700万人が死亡しているとの推計を示した。なお、大気汚染は主に屋外における大気の汚染を指す。室内における大気の汚染は、空気室の汚染、空気室の悪化などという。発展途上国では、 焚き木の利用が多いことなどから、屋外汚染よりも、室内汚染の方が、リスクが、はるかに高いとされる一方、都市部ではこれに都市化による、屋外汚染が加わる形になっている。焚き木などによる、室内汚染による死者は、2016年時点で、年間350万人である。待機汚染について述べた、最も古い部類の文献としては、 西暦61年に古代ローマのセネカが都市の煙や悪臭を嘆いた記述がある。重苦しい都市の空気、そして日滝が始まると蒸気と鈴が入り混じる破滅的な煙をどっと吐き出す台所。あの恐ろしい悪臭から逃れるいやいなや、私の健康がたちまち回復するのを感じた。セネカ、61年イギリスのロンドンでは9世紀半ばに、すでに、 空気の悪さが知られていた。発展する工業や家庭用暖房の燃料として石炭の使用の増加により大気汚染が進んで人体への影響が問題になり、1273年には健康を害するものとして石炭の使用を禁止。1306年には職人が炉で石炭を炊くことを禁止した。しかし代替燃料がなかったため長続きせず、 街の発展や人口の増加とともに深刻化していった。16世紀には感染症や対価とともに大気汚染が大きな問題となった。当時の女王エリザベス1世は議会の開催中にロンドン市内で石炭を燃やすことを禁止する命令を出している。また、17世紀後半の国王ウィリアム3世がロンドン市外の大気汚染を避けて、 当時はまだ郊外であったケンジントン宮殿に移るなど、依然として汚染は続いた。工場地帯の煙突群と、煙、19世紀後半工場の煙突と立ち上る、煙、1942年チリサンティアゴのスモッグ、2005年5月16日衛星写真で、観測されたバングラデシュと、インド東部の冬の深い霧と市街の大気汚染が、混ざったものと推定されている。 2013年1月12日衛星写真で観測された中国北部北京天津付近の激しい大気汚染2012年1月10日11日ロンドンでは19世紀に入ると汚染のひどい時期の死者の増加数が発表されるほど大気汚染は深刻化した1905年には医師 H.A. デボーがロンドンの大気汚染に対して スモークとフォグを合成したスモッグという言葉を初めて用いた。以下、20世紀前半からの世界の大規模な大気汚染の事例を挙げる。大気汚染の研究が進展したのは20世紀に入ってからである。著名な研究として、都市機構の中での大気汚染を論じたもの工業地域や都市での石炭の消費と大気汚染や、 外人の関係を論じたもの、ロンドンにおける公園とその周囲の大気汚染を調べ、比較したもの、大気汚染と都市計画について論じたものなどがある。これらを通じて集められた知見は、法規制や大気汚染の予測へと進展する。日本では、高度経済成長期の1960年代に、大気汚染が増加するとともに研究が進展した。 初期の著名な研究として、東京、川崎の大気汚染について述べた伊藤、美濃和の研究があり、これをもとに、両名は1965年に大気汚染気象ハンドブックを表している。1966年には、学術史、大気汚染研究が創刊されている。この頃から、国や自治体など行政が主体となった組織的な研究が活発化した。 1967年に制定、施行された、公害対策基本法で、典型7公害の一つとして、大気汚染の規制が開始され、後の1993年には、環境基本法に継承された。1968年には、大気汚染防止法が制定されている。中国では1980年代に研究が始まり、2001年には、 国内47都市の空気質予報のテレビ放送を開始している。産業革命以来燃料の主力は石炭であり、石炭の燃焼に伴うエンを多く含んだ黒いスモッグによる大気汚染が多かった。これに対処するためエンの排出を規制することが行われた。エンを上空に送るほど気流は安定していて拡散しやすいことから、 規制初期には煙突を高くする措置が取られた。例えば、日本では大気汚染対策初期の1970年頃から高さを増した集合煙突が増加した。しかし、これは発生源付近の地上の濃度を下げるだけで汚染を拡散させているのに過ぎず本質的な解決ではなかった。後に媒煙を回収する囚人装置が開発、普及し、 排気ガス処理が進む。一方、先進国では20世紀中盤から燃料の主力が倍塩を多く出す石炭から石油に変わっていった。これにより倍塩は減少したが、石油に多く含まれる硫黄分に由来する硫黄酸化物、また自動車から排出される窒素酸化物、炭化水素、窒素酸化物と炭化水素が化学変化を起こしてできる。 高化学オキシダントが増加し、これらを多く含んだ白いスモッグが大気汚染の中心となった。二酸化用の対策として、養分を回収する脱流装置の開発、普及が進められた。日本では1970年頃から脱流装置の設置が進んだため、東京の二酸化用濃度は1960年代後半の 約 60ppb が1970年から1985年にかけて約5分の1に減少。1990年代初めには約 10ppb になっている。また、アメリカのニューヨークでも1960年代後半の約 80ppb から1990年代初めに約 11ppb まで減少するなど、 先進国では20から30年間で最も多かった時期の6分の1程度に減少させている。また、アメリカでは大気浄化法の1990年改正においてに酸化用、窒素酸化物、水銀に排出取引制度が導入され排出総量の削減に寄与している。こうして、先進国では倍ンや硫黄酸化物が削減されたが、次に、 光化学オキシダントを多く含んだ白いスモッグ、いわゆる高化学スモッグが問題化した。日本では1970年に初めて発生している。高化学オキシダントを引き起こす窒素酸化物や炭化水素は先進国でも大きな削減はできていない状況にある。短期的な健康被害を及ぼす汚染が減少した先進国では 長期的な健康影響への関心が高まり、揮発性有機化合物などの有害化学物質が問題となった。これらに対しても規制が行われ、現在も健康影響の評価が進められている。一方、温室効果ガスによる地球温暖化、フロン類などによるオゾン層の破壊も地球規模の大気汚染として浮上した。また、被害の全貌が 明らかになったわけではないが、1950から1960年代には、大気圏内核実験により、地球規模で放射性降下物の濃度が上昇した。その後低下して、1990年代にはほとんどなくなっている。発展途上国では、先進国では、削減に成功しているバイエニアに参海用を主体とした、大気汚染が依然として見られる。 開発途上国と先進国の大気、汚染物質濃度を比較した国際連合人間居住計画の1990から1995年の資料によると二酸化窒素の濃度は両者で大きな差はないが二酸化要は開発途上国が先進国の約2.5倍粒子状物質は同じく約3.5倍であるアジアアフリカラテンアメリカの人口が急増している 都市や工業地帯では大気汚染が深刻な状況にある。一方、ヨーロッパでは1960年代から酸性雨による生物への被害が深刻化し、越境汚染への関心が高まった。1969年に OECD が酸性雨問題に関して国際協力の必要性があることを勧告。1972年には西ヨーロッパ11カ国で モニタリングの枠組みが発足した。同年の国際連合人間環境会議では、国境をまたいだ、賛成が、議題の一つとなり、世界にその被害状況が報じられた。各国は1979年に長距離、越境待機汚染条約を締結。1983年に発行し、世界初の越境待機汚染に関する条約となった。加盟各国に、対策。 監視、情報交換を行うことを定め、以後段階的に拡充している。北アメリカのカナダとアメリカの間でも1970年代に、賛成湯が越境汚染として問題化し、当初は主張が対立していたが、1980年に、両国が覚書を交わして、以降監視や情報交換を進め、1991年に、 アメリカカナダ空気質協定を締結している。ヨーロッパや北、アメリカでは、こうした汚染状況を明確化するため、各国の排出量や沈着量などのデータを作成し、公表している。例えば、北欧のスウェーデンでは、硫黄酸化物の93%、窒素酸化物の87%が、国外から運ばれてきて沈着しているというデータが得られている。 東南アジアでは森林火災やデータン火災の煙が大規模な煙武となり周辺国にまで広がる越境汚染が1980年代から深刻化した1997から1998年には約9万平方キロメートルに及ぶ火災によりブルネー、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの6カ国に広がる過去最大の炎武が 発生、2006から2007年にもカンボジア、ラオス、ミャンマー、タイの4カ国で空気質指数がアンヘルシーとなる大規模な炎魂が発生している。これに対処するため、東南アジア諸国連合加盟国は2002年に越境炎魂汚染アセアン協定を締結し、国家間の情報提供や連携した防止策を取り決めている。 ただし、域内のデータン面積の7割を有するインドネシアが条約を批准していないことや、所得の少ない農民による油や死生産のための開墾が森林破壊の主な原因で、伐採により露出して乾いたデータンが火災を引き起こしていることなどの問題があり、その後も越境塩無汚染はたびたび発生している。溶酸化物、窒素酸化物、酸性雨、スモッグ、 炎無などの越境汚染は、同様に大きな排出源を有するインド、バングラデシュなどの南アジアや、中国、韓国、日本などの東アジアでも発生している。東アジアでは1998年に、酸性ウの原因物質の動向を監視する東アジア酸性ウモニタリングネットワークが発足している。大気汚染物質は、粒子とガスに2分できる。 個々の物質の主なものとしては、などが挙げられ、多岐にわたる。蒸気の内上三つは1970年代までに大きな問題となった古典的大気汚染物質、下二つはそれ以降に問題化した大気汚染物質である。各物質が悪影響を及ぼし始める量を超えた時に大気汚染物質と呼ぶ。法令用語としては、日本の大気汚染防止法は、 バイエン、粉塵自動車排ガス、特定物質、有害大気汚染物質の5種それぞれ中の特定の成分を大気汚染物質に指定している。また、タバコの煙は、室内の空気室の主要汚染物質だが、大気汚染物質とする見方もあり、アメリカカリフォルニア州は、タバコの煙を大気汚染物質に指定している。また、人間の健康に、 直接影響を与えるものではないが、フロン類、ハロン、代替フロンなどのオゾン層破壊物質によるオゾン層破壊や、二酸化炭素、メタン、ア酸化窒素、六ッ化用などの温室効果ガスによる地球温暖化も抗議の大気汚染に含める場合がある。先進国では1950年代から1970年代に大気汚染物質の環境基準が設定された。 世界レベルでは、1987年に、世界保健機関ヨーロッパ地域事務局が、エアークオリティガイドラインズ4ーヨーロッパを策定し27種類の物質の基準を定め、1999年には、これを拡張して、全世界に適用できるよう調整した、ガイドラインズ4エアークオリティを発表。その後2000年に37物質、2005年に4物質の基準を変更。 追加している。以下は、1999年、2000年、2005年発表の、風の空気質指針、風アグ、風アグにリストされている大気汚染物質の一覧である。異なる物質同士の値の代償で単純に以外の代償を比較することはできない。またこの値は、個々の物質について独立に健康影響を評価した指針値であり、 複数の物質が混合した場合の相乗効果などについては考慮していない。人口100万人あたりの大気汚染による死者報告数に酸化用は呼吸器症状や眼科症状、窒素酸化物は呼吸器症状、高化学オキシダンとの大部分を占めるオゾンは単独では症状を引き起こさないが、炭化水素は命の刺激症状を引き起こす。 粒子状物質は主に呼吸器症状で、その内なまりは、貧血や神経症状など、有害物質は、それぞれ特有の症状がある。また物質により強さは異なるが、匂いを伴う、大気汚染物質も、多数あり、大気汚染が悪臭としても認識されることがある。公衆衛生の観点から、大気汚染の総合的な影響を上げる。短期曝露では、排気能の低下。 急性の呼吸器症状、命の刺激に伴う、眼科症状、社会的影響として、先に挙げた症状による、血脊、血筋の増加、社会活動の制限、呼吸器疾患、心血管疾患患者の増加、総死亡率の増加などがある。長期曝露では、子宮内発育制限、慢性心疾患、肺がん、慢性の呼吸器疾患発病率の増加、 呼吸器疾患、心血管疾患死亡率の増加などである。複数の研究により、気候や生活などが異なる。地域、社会集団により差はあるものの、汚染物質の濃度の高さと死亡率の高さは、比例にあることが分かっている。IEA によると、世界では、屋外の大気汚染に起因する死者は、年間300万人である。 また同様に屋内の大気汚染に起因する死者は年間350万人である。大気汚染状況を放置すると2040年には大気汚染物質による死者はさらに150万人増加。一方、室内汚染が多発している国については電気やガスなどへの切り替えにより死者数は 一定程度は減るものの40年時点での減少数は50万人にととどまり40年の大気室内汚染による年間死者数は750万人になると推計した。その一方でアジアなど世界各国が化石燃料消費の実態を改善省エネ政策を強化してクリーンエネルギーの導入を進めれば大気汚染による死者数を大きく減らせることが可能。 した具体的には、クリーンエネルギー分野への投資を40年までに7%増やせば、大気室内汚染による死者を、計330万人も減らせるという。例として、PM10 の濃度を7 0 g 毎立方メートルから3 0 g 毎立方メートルに減らすことができれば、大気汚染に関連する死亡者数が15%減少するとして、 冬は各国に空気質の改善を求めている。また農村や郊外に比べて都市の方が大気汚染物質の濃度は高く相対的なリスクも大きい。特に発展途上国で人口の急増する都市のリスクが高い。また経済協力開発機構は環境アウトルック2050において2050年の世界全体での環境悪化による 原因別の死亡者は、都市部での大気汚染が、水の汚染を抜いて、最多となるだろうと予測している。植物が高濃度汚染を受けると、二酸化用や二酸化窒素では、黄斑、カッペンや、大きな斑点、オゾンでは、小さな斑点、葉の湾曲、絵師、落葉、多漢方向属炭化水素では、横島状の大きな斑点などが現れることが、知られている。また、 低濃度汚染を長時間受けた時には光合成、呼吸、蒸散などの生理機能が障害を受け、生育不良や農作物の収穫量減少が起こる。大気汚染物質の濃度が高いと指定が低下し、著しい指定の悪化は、スモッグや塩ムとして認識される。物への影響として、異用酸化物は、鉄、鋼、石材、オゾンは、有機構分子、硫化水素は、 銀や銅、塩化水素は、鉄や鋼との反応性が高く、腐食や劣化を加速させる効果がある。例えば、硫黄酸化物の濃度が高かった、昭和30から40年代には、濃度が高い神奈川県川崎市の鋼の腐食速度は、岐阜県高山市の10倍に達していた。特に子供を持つ人は、 スモッグのひどいところでの就業を拒否し、正常な空気のあるところでの勤務を要求することがある。また、観光業界においては、観光客は、大気汚染のひどい地域を、旅行先として避ける傾向にあり、機械損失の一因となっている。顧客から汚染度合いを質問されることも多い。大気汚染のプロセスは、まず発生源から、 汚染物質が放出されることから始まる。発生源は固定発生源と移動発生源に分かれ、前者はさらに工場などの天元と道路や都市全体などの発生域に分けられ、後者は自動車などが該当する。次に放出された汚染物質は大気の流れによって輸送される。輸送の段階で一部は物理、科学的変化を起こしたり、 他の物質に取り込まれたりする。例えば二酸化窒素と炭化水素は、大気中で、紫外線を受けて反応し、高化学オキシダントを生成し、二酸化用は水、アンモニアと反応、酸化して、硫酸や硫酸塩などの硫酸エアロゾルを生成し、窒素酸化物は酸化、アンモニアと反応して、硝酸や硝酸塩などの硝酸エアロゾルを生成する。 このように大気中で汚染物質から二次的に生成される物質を二次汚染物質といい通常の一次汚染物質と区別する二次汚染物質の中には気体成分同士が反応して液体や固体の微粒子を形成するものも少なくなくナノメートルの大きさの粒子状物質の多くはこのような気体中の反応で生成されると言われている気体成分は 雲粒や雨粒に溶解し、粒子状物質は、雲核として、働いたり落下する雨粒に補足されたりして、雨粒に取り込まれる。雲に取り込まれて、大気中から除去されることを、レインアウト。雨に取り込まれて、大気中から除去されることを、ウォッシュアウトという。取り込まれた、大気汚染物質は雨を汚染し、酸性であれば、酸性雨の発生に寄与する。また、 粒子状物質の中には微粒子同士で凝集して大きさを増すものがある。輸送の段階で大きな微粒子は重力により落下する。落下したものは地面や植物などの表面に沈着し大気中からは除去されるが多くは土壌汚染や水質汚染へと移行する。おおむね粒子計1メートル以下では空気抵抗と重力加速度が ほぼ等しくなりほとんど落下しないとされている。輸送は地形や気象条件により大きく左右され、通常は風により拡散されて発生源から離れるに従って濃度が下がっていく。大気汚染物質は概ね流体の渦や乱流運動的な拡散運動をすることが知られており、水平方向よりも延直方向の風が強いほど拡散しやすい。 しかし、一定の条件下では、汚染物質が滞留して、高濃度汚染を引き起こす。高濃度汚染は、風が弱い時に起こる傾向があり、弱風を起こす、気象条件として安定した、気圧経度の緩やかな高気圧の圏内に入ることや、気温減率が減少、逆転する安定層や、気温逆転層が発生すること、地形の条件として谷や盆地であることが挙げられる。 大気汚染が問題化した20世紀中盤は、このような条件下で高濃度汚染が多発した。また、昼間は、地上付近の気流の乱れや対流が活発だが夜間は、放射冷却により、安定層、逆転層が生じて、汚染物質が滞留しやすいことも知られている。日変化にはこの他に海陸風によるものがある。例えば、関東地方では、 午後から日没までを中心に発生する光化学スモッグが日没後の海風に乗って内陸に運ばれる関係で発生地である東京都心や京浜工業地帯で窒素酸化物濃度が最も高く風下の関東内陸部で光化学オキシダント濃度が最も高いという傾向がある千葉県での調査においても窒素酸化物や二酸化用は 東京に近い北西部で値が高いが、高科学オキシダントは北部、東部、南部で値が高い。ヨーロッパでも窒素酸化物や粒子状物質は都市、特に道路で値が高いが、オゾンはむしろ農村の方が値が高い。また、季節風の風向変化も分布に影響を与える。前述の千葉県の調査においても季節により、 高濃度域の分布が変わることが分かっている。また、冬季の暖房使用による倍人や一酸化炭素の増加など排出量が変化することによっても季節変化が起きる。都市においては建物が風を弱め粒子状物質やガスを滞留させて部分的な高濃度を作り出すことがある。この他の汚染の因子として汚染の継続時間がある。 発生源からの放出の継続時間、分解されて無害化するまでの時間、地形や気象条件などに左右される。汚染の継続時間と空間的、時間的規模は相関しており、物質や発生源により大体の規模が決まっている。幹線道路や工場周辺の高濃度汚染は、高濃度範囲が数百メートルから1キロメートル程度。 放出から汚染が開始するまでは10分から1時間程度である。大都市や工場地帯になるとこれが1から1 0トル1から10時間程度になる。高化学スモッグや酸性は数十数百キロメートル長くて数日程度になる。オゾンホールや地球温暖化では数千マイナス1万トル1から100年と非常に大きな規模になる。主な対策には 以下のようなものがある。回収の方法としては、粒子状物質や培人、粉塵を回収する、囚人装置、硫黄酸化物やその元となる、硫黄分を回収する、脱粒装置、窒素酸化物を回収する、脱硝装置などがある。回収の場合には廃棄物として、高濃度の汚染物質が発生するため、この適切な処分や有効利用が問題となる。 脱硝技術の一つであるアンモニアを用いた、選択的触媒還元は副産物として、硫酸アンモニウムが生じるが、土壌を酸性化させる欠点がある。石灰を用いると副産物として石膏が生じるが、日本においては、石灰は、自給率が高い一方、石膏は低いため、資源として活用できる利点があるとされる。他には、 水酸化ナトリウムや炭酸ナトリウムを用いて脱流し、アリュ酸ナトリウムや硫酸ナトリウムを得る方法、活性炭を用いて、硫黄酸化物の吸着と、窒素酸化物の分解を同時に行う方法などがある。副産物の利用では、石炭の燃焼で生じるフライアッシュを回収して、セメントの原料とする技術、溶鉱炉の排気に含まれる金属ヒュームを回収して、 炉に戻す技術などもある。炭化水素や硫化水素などの有害化学物質では、活性炭、ゼオライト、シリカゲルなどで吸着する方法がある。ディーゼル車では微粒子を補修するディーゼル、微粒子補修フィルターなども利用される。囚人では、1ト、mm、ルから5 0ル程度の、比較的大きな粒子は重力による沈降を利用した。 物、百数メートルの粒子は気流を制御して、完成で落下させるものや、遠心力を用いて分離させるもの、高効率のものでは、水の散布で補修するスクラバー、機械的に補修するフィルター、静電気で補修する、電気集人などが、実際に利用されている。運転管理では、燃焼に用いる空気の混合比率を適切なレベルに、制御して、 燃料を完全燃焼させて汚染物質を減少させる方法などが挙げられる。燃焼温度を低く抑えることも窒素酸化物の低減につながる。自動車では窒素酸化物低減につながる排気再循環などがある。ガソリン給油時の揮発には炭化水素が含まれるが、この低減方法として給油時に配管を遮断して揮発を抑える方法がある。 大気汚染に関する主な国際協定は以下の通り、主に汚染の発生域と居住地との間に設けて汚染を軽減する方法として、緑化によりグリーンベルトや公園などの干渉緑地を設ける方法がある。粉塵・粒子状物質を沈着させ、二酸化炭素をはじめ気体を吸収する効果がある。によると、北京において、 ソリンの緑地帯を通過する大気の噴人減少率は夏が61%あるのに対して冬は約20%に減少するただし緑地帯の植物や土壌水質に対しては逆に汚染をもたらすので本質的には総排出量の削減が最も効果のある大気汚染対策である総排出量の削減のためには一つの都市の開発にあたって 地下鉄や鉄道などの環境負荷の低い公共、交通機関や自転車などの排気ガスを出さない、軽車両の交通を円滑にするための自転車、専用道路といった道路網の整備などを都市計画の段階であらかじめ織り込んでおくことも重要である。これは網の目上によく整備された高速道路網と郊外型の住宅地、そして貧弱な公共交通機関事情が 組み合わせられた結果、事実上自動車がなければ、都市内の移動が困難である。事態が発生したことにより、史上最も早くから自動車の排気ガスに起因する。白いスモッグの発生に苦しめられた、ロサンゼルスの都市計画の失敗例を教訓とする、ものである。観測所待機汚染によるタバコの葉の白歯オゾンの濃度上昇を知らせる看板。 アメリカテキサス州ヒューストン汚染物質を定量的に表すのは大気中における濃度、単位時間、単位面積あたりの沈着量や落下量である。大気の汚染状況を監視するためには長期的に連続して観測することが必要であり、PM、SOX、NOX、OX などの主要汚染物質の観測には自動で、 連続観測できる測定装置を設置することが多い。粒子状物質は、世界的には、PM10 と PM2.5 が、指標として用いられる。PM10 は、粒子計10メートルで50%の補修効率を、持つ分粒装置を通過する微粒子、同様に、PM2.5 は2.5メートルである。初期には露紙を用いる BS、BS4。 次にハイボリュームエアサンプラーを用いる方法が用いられたが精度が高くなく、現在はローボリュームエアサンプラーを用いる方法、フィルタで集めた粒子を β 線照射や振動により測定する方法や EPA の PM2.5 サンプラーなどが用いられている。風の資料によると、 世界の人口10万人以上の都市3400のうち PM10 の測定が行われているのは216都市にとどまり、そのほとんどが北、アメリカやヨーロッパであるように測定地点が少ないことが指摘されている。ガス状物質の測定法は物質により様々であるが連続的に測定するものとしては溶媒へ吸収させて、 導電率や光の透過率を測定する方法赤外線照射で得られるスペクトルから分析する、赤外分光法、同様に紫外線、可視光線、近赤外線照射を用いる、紫外、可視、近赤外分光法などが用いられ、連続測定が難しく最終分析を行うものでは、ガスクロマトグラフィーなどが用いられる。特に観測点が乏しい場合や、 景気観測点の間隔よりも小さな規模の汚染を調べる場合などには大気汚染の生物指標として樹木の葉の様子や樹木に着生する大気汚染に弱い地衣類の様子を観察、利用する場合がある。松の葉の断面は気候周辺にススが溜まりやすいことが知られている。越境汚染問題においては国境を越えて輸送される大気汚染物質の動向を 明らかにするため、高濃度汚染時の風向による簡単な解析の他に、地域ごとの排出量と沈着量から、他の地域からの流入を推定する方法、汚染物質中の同位体比をトレーサーとして、発生源を推定する方法、長距離輸送モデルによる解析などが用いられる。トレーサーとしては、硫黄、鉛、ラドンなどの同位体が用いられる。 産地により固有の値を取る石炭や石油の養分の陽土を遺体比により硫黄酸化物の発生源を推定できる。また、工業製品に含まれる鉛も産地により値が異なることから発生源を推定できる場合がある。半減期が約10.6時間の 212Pb と約3.8日の 222Rn など片方がもう一方の崩壊生成物でかつ。 半減期の異なる同位体の比率を用いても発生源を推定できる。長距離輸送モデルでは、ヨーロッパでは、酸性雨の原因物質である、黄酸化物を中心に研究が進んで、レインズヨーロッパというモデルが開発されているほか、温室効果ガスの解析用として、ゲインズというモデルが開発されている。アジアでは、 レインズヨーロッパを応用したレインズアジアなどが開発されている。ただし、モデルにより大きな誤差が出て、議論になる場合もある。また、急性の健康被害をもたらすような高能動線を防止することを目的に、大気汚染予報も行われる。高能動線の活性する可能性を大気汚染気象ポテンシャル、または大気汚染ポテンシャルといい、 行政が行う汚染物質排出動向の調査に基づく排出予測と気象学の理論を用いた汚染物質の動きの予測を組み合わせて数値などでその大きさを求める。汚染物質の動きは数値予報モデルで算出される予報資料などを用いる。大気汚染予報で用いる主な数値には混合層高度、位相風速、対流示せ数などがある。 混合層高度とは、地表から高度数百メートルまでの混合層の頂上の高度のことで、この上には水平風が強い層がある。混合層高度が高いほど大気汚染物質が上下に混合され上層で水平風により拡散されやすいことを示す。普通はその日の気温が最も高くなる頃に最も高くなり、これを最大混合層高度という。 これに対して、混合層高度が最も低くなるのは、日の出の頃で、高層気象データをプロットした、エマグラム上でも算出できる。位相風速は、混合層内の水平方向の風速である。対流示せ数は、複数の気象要素から、空気の対流の度合いを示すもので、地上の降水量や湿度、850ヘクトパスカル、風速。 500ヘクトパスカルズ旅などの要素を用いる。このような予報が開始されたのは、ヨーロッパやアメリカでは、第二次世界大戦後から1950年代、日本では1960年代、中国では1980年代である。大気汚染の状況を、空気質の指数で発表している地域や、一定以上の汚染が発生しているとき、 予想される時に警報などを発表する地域がある。日本においては、明治初期から産業による大気汚染が発生し始めた。早期に、製鉄所ができた八幡や釜石市では、航路からの売人による大気汚染が起きた。栃木、群馬の足尾銅山鉱毒事件では、水質汚染とともに、銅の精錬所から排出される二酸化用が、植物に被害を与えている。 愛媛の別種道山でも精錬所からの二三回用が農業被害を起こし紛争となっている1883年から1884年には大阪市で梅園による広域汚染が問題となり大阪府が梅園を規制する通達を出して以降市や府による対策やメディアによる報道も行われたが大気汚染は悪化したこの時期大阪市は別名煙の都とも呼ばれていた 1922年には、大阪市立衛生試験所が、大気の広域的な調査を開始するなど、調査研究もこの頃からいくつか行われ始めている。天を覆う儲たる国縁は、我が大阪市の有する特徴の最たるものにして、また最大なる悩みなり。梅園により、市民が被る被害の甚大なるは、梅園防止方策の遺憾は実に、勝利の急務と言わざるべからず、 大阪市立衛生試験所、事業成績概要、1926年同様の汚染は、隣の京都や兵庫、また、東京や神奈川、福岡でも生じた。工場周囲での汚染、売園による広域汚染に、自動車の廃棄なども加わり、大気汚染は拡大していった。第二次世界大戦中には休止した工場もあったが、戦後は、再創業。 増産を行うなど、産業の復興に伴い大気汚染が再び深刻化した。工業地帯では、梅園や製鉄所からの酸化鉄ヒュームが空を覆い、太陽が赤く染まるほどの汚染とも言われ、洗濯物が汚れ、指定が悪化するなど生活に影響を与えた。こうした汚染に対して、住民の苦情も増し、1949年に東京都、 1950年に大阪府、1951年に神奈川県で、それぞれ公害防止条例が制定されている。1960年代に入ると、国に対する規制を求める世論も高まり、1962年には、売園の排出の規制等に関する法律が制定され、京浜工業地帯、阪神工業地帯、 北九州工業地帯などの指定地域のすすや粉塵等の規制が開始された。しかしこの法律では電力、ガス事業が対象外とされたほか、硫黄酸化物の問題をほとんど考慮していなかった。1960年頃から三重県四日市市に誘致された四日市コンビナートによる大気汚染のため四日市全速の被害が深刻化し始める。 またそれに、選出地、1950年代から、京浜工業地帯で、川崎全速が、社会問題となっていた。1967年には、公害対策基本法、翌1968年には、売園の排出の規制等に関する法律に変えて、大気汚染防止法が制定された。大気汚染防止法は、酸化の排出規制に関して煙突が、 低いほど上限が低くなる、軽地規制、初めての自動車排出ガス規制を含むものであった。しかし二酸化用の濃度は、しばしば高濃度となって、緊急時措置が取られた。1970年代に入ると、大気汚染の深刻化に世論が高まり、1970年の、通称、郊外国会で大規模な法改正が行われた。この改正により、窒素酸化物、 炭化水素、鉛などの有害物質が規制対象に加えられ、電力、ガス事業も対象となり、工業地域などに限定されていた規制が国内全域に拡大されるなどしている。また、被害の顕著な都市部では自治体が条例により独自に上乗せ規制を行うところも出てきた。また1972年には、四日市公外訴訟で被害者側が勝訴し、 1973年の公害健康被害保障法の制定につながる。夏のスモッグ、東京都中央区1970年代を境に、囚人装置や脱流装置の開発、普及が進み、売人や硫黄酸化物の濃度は低下して20年で5分の1程度になった。2010年の時点で硫黄酸化物の濃度は99%以上の、 測定地点で環境基準を達成している。二酸化窒素の濃度は1970年代に減少してから横ばいが続いていたが自動車排出ガス規制や都市部での送料規制などが始まって以降2000年代から緩やかに減少している。その後もコンビナート地帯や大都市の幹線道路沿いなどの大気汚染が完全に解消されたわけではなく 四大郊外訴訟が終わった1970年代後半以降も、京葉工業地帯のある千葉、大阪市有数の工業地域における、西小戸川郊外訴訟、1978。1998年、川崎郊外訴訟、水島臨海工業地帯周辺の倉敷、水島、阪神工業地帯のある甘がさ名古屋南部、東京大気汚染訴訟など、各地で、 大気汚染訴訟が提起されている。この中には、公害健康被害保障法下で指定されていた、汚染地域が1988年にすべて解除され、保障対象となる患者認定が新規に行われなくなったことが関係している訴訟もある。その後、基金などを設立する動きも出ている。有害大気汚染物質は2000年施行の trtr 法や大イオキ対策特措法で排出管理が厳格化された。排出ガス規制の遅れていたディーゼル自動車に対しては、自動車 NOX、PM 法が段階的に強化されたほか、都市部でのディーゼル車規制条例、一定年数を過ぎた、使用過程車への自動車税の割増措置が行われている。また、運送業など企業によっては、 自動車の使用抑制として、環境負荷の軽い自転車の活用促進なども行われている。1970年7月18日に、東京都杉並区などで発生した被害が大きく取り上げられて、以降、主に自動車排ガス中の炭化水素と二酸化窒素に由来する光化学スモッグが深刻化した。 国内の光化学スモッグ注意報などの発表のべ、日数は1973年に300日を超えて、ピークに達した後、1984年に100日以下に減少したが、その後100から200日前後を、推移、2000年と2007年には200日を超えている。高科学オキシダントの濃度も、2006年から2010年の5年間で、 環境基準を達成している地点は0.2から0%とほとんどなく、平成24年の環境白書でも依然として低い水準とされている。また2000年前後から、津島などの離島や西日本、日本海側などで大陸から越境輸送された汚染物質が影響したと推定される、高化学オキシダントの高濃度事例が発生している。これに関連して、 原因物質である窒素酸化物やヒメタン炭化水素の濃度が緩やかに減少しているにもかかわらず、高化学オキシダントの濃度は年間約1%の割合で緩やかに上昇しているという結果が出ている。この原因としてアジアからの越境輸送が広域的に広がり濃度を押し上げているとの指摘がある。日本に沈着する汚染物質の発生源を 解析した複数の結果によると、硫黄酸化物の4から5割が国内、1から3割が中国、1割前後が朝鮮半島で、火山によるものも1から4割程度と無視できない。なお、冬季には北西季節風により、中国から排出の気温度が全体の半分以上に増加するという解析結果がある。 また窒素酸化物の発生源は65から75%が、国内13から18%が、中国10の15%が、朝鮮半島とされる。また、2010年には、雨の国内平均水素イオン濃度は4.78で、酸性雨だが、植物被害などは発生していない。ただし、酸性雨の発言には、時間差があることから、 アジアでの汚染物質排出量が増大しているのに、伴って将来酸性雨による被害が発生する恐れがあるとされている。ありがとうございます。